さてっと、今日こそ庭の草をむしっとかないと。あんな小屋あったっけ。気持ちいい朝にゃ。うちが違法建築物件になってる。ソルタンがソルラルで作ってくれたニャンのお家ですよ。すごいですよ。いや確かにすごいけど、そうじゃなくて。よニャン。でさあ、今一度聞くけど、どういうことかな、これは。1話から2話の間で、タケルの家を直した時に一緒にドラタンに作ってもらったにゃ。わしのソルラルで家を壊してしまったお詫びじゃ。全然お詫びになってませんけど。ちなみに、私の家はここですです。地下室！お詫びのおまけじゃ。おまけなんていりませんよ。お主の居住スペースを狭めているわけではないぞ。問題なかろう。それはそうですが、てっきり2話で何も突っ込んでこなかったゆえ問題ないとばかり。うんうん。てかさっきから1話とか2話とかって何なんですかそれ。ま、気にするでない。うんうん。そういえば家が治ってからタケルは一度も庭に出てないのよ。確かに庭には出てない。まあ、はい。やったにゃー！にゃーん！だけどもう、納得したところで、にゃーの新居用の家具を買うにゃー！だったらそれもドラタンに作ってもらえばいいじゃないか。そこはイベント的にキャッキャウフフしながら買った方が楽しいじゃろ？いわゆるリア充イベントですです。多分そのキャッキャ楽しくない。そんないきなり。あ、そうだ、ごま油が切れたような。それは一大事。すぐに急いで速攻で買いに行かないとです。すごい気合なんですが。ごま油は人類の宝です。ウリタンは人類じゃないよね。そのようなことはごま油の前ではごま粒くらい些細なことなのです。もうごま油のことで頭いっぱいだね。ニャータン、家具買うって言ってなかった？家具と家電は同じようなもんにゃ。どこが同じなんだよ。って聞いてない。これがいいにゃ！これにするにゃ！結構なお値段するけど、ニャータン大丈夫？問題ないにゃ。ニャはこう見えてめちゃくちゃ綺麗好きなにゃ。この洗濯機のスペックを使いこなす自信は、こう
いや、そうじゃなくて、こんな高いもの買えるの？大丈夫にゃ。今からバイト先にバイト代前借りに行けばいいのにゃ。え、バイトしてるんだ。意外。にゃふん。ここがにゃのバイト先、メイド喫茶エトニャス。お疲れ様にゃ。あれ、エトシーンの皆さん、ここで何を？全員このカフェで働いてるにゃ。働いてる？エトシーンってソルラルがあればいいってスタンスじゃないの？ソルラルとマネーは別物ですわ。金はあればあるだけいい。邪魔にはならへん。なあ、シャータン。そうね。株に手出してる。わらわにかかればちょろいもの。計画通り、開運福袋完売いたしましたわ。欲まみれ。人も神もエトシーンもそう変わらないにゃ。ですです。さて、今日はニャーのバイト代を前借りに来たにゃ。とりま3ヶ月分ほどもらっていくにゃすよ。はい。にゃがくにゃく。あかにゃい。はい。にゃがくにゃく。にゃがく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 。え、破裂した。お、なんか出てきたにゃ。これでこじ開けるぞ。それは犯罪です。です。器物損壊罪および窃盗罪。いや、ニャーはニャーの賃金をもらうだけじゃ。それは無理な相談や。なんで？わい、ここで一日たりともお前が働いとるとこ見たことないで。ニャ。そうですわ。先月勝手にバイトとして転がり込んできて、働きもせずゴロゴロ泊まり込んでましたわよね。ドキドキお料理のつまみ食いもしていたわ。猫好きのお客様にガンガン絡んでいたりもしてましたわ。まさに反面教師。いくらソルラルが欲しくてもああなってはおしまいですわ。それほど。でじゃあ出世払いにゃ。にゃの将来を買って。にゃ、店長。店長。あいよ、店長。働かざる者、金もらうべからず。報酬と血と涙と汗を流して勝ち取るもの、苦しみも感じず面接も受けず手に入れようなど許さぬ。猫断じて。ものすごい否定力。そして暑さがうっとうしい。時に猫娘。にゃーは猫族の猫娘にゃ。勝手に略すにゃ。あとにゃー。お前は十二支の仲間になる前に正社員を目指すのだ。正社員。大変申し上げにくいのでございますが。っていうか、なぜそんな若干エロい場所にわざわざタグを。ちなみにニャータンのには、ニャーだけバイトだった事実。バイトも正社員、お客様にとっては皆同じ。うるさいな。この敵も店長。これはパワハラじゃ。完全に店長のエコ人気にゃ。お前の価値はお前が決めろ。ありがとうございました。ニャーだけの獣、ニャーだけハミコだったニャー。ニャータン、ニャ、君が悪い。だってだってだってじゃないよ。悪いことしたらちゃんと謝って、ちゃんと反省しなきゃ。ごめんなさい。その言葉を言う相手は僕じゃないよ。はいにゃ。じゃあ行こうか。にゃ。買うんでしょ、洗濯機。はいにゃ。おはようさん。にゃたん来とらんのか。絶対ここに金をせびりに来ると思ったのじゃが。来たことは来ましたわ。暴言吐いて店長派に追い返されたわ。想像にたやすいやつじゃの。
この木は奴の。じゃな。ずいぶん安く買えたにゃ。君の推しの強さがあんな役に立つとは。私も値切ってもらえばよかったですです。すでにお得な業務用を購入しているようだけど。基本ですです。にゃはそのお得値段からさらにお勉強させる自信があるにゃすよ。その勢いで冷蔵庫も買おうとしたでしょう。僕のお金でごま油保存用冷蔵庫が必要なのです。自分で買いなよ。にゃ、にゃがこの感じ知ってるにゃん。遠い昔にも誰かとこうやって言いたいことを言い合ってたようにゃ。あんま覚えてないけど。ふーん、君の尻滅裂な言い分に付き合ってくれるなんてすごい友達だね。友達？そんなことしてくれるのは友達だけだろう。ていうかウリタンなんじゃないの？私？そうにゃ、ウリタンはにゃんの友達にゃも。いえ、私はにゃーたんの友達ではないですです。よく会う知人程度なのですです。そんにゃーなんて嘘嘘ですです。にゃーんだ、びっくりしたにゃぽよ。こんなところにいたのか。探したぞ。誰？絨毯。絨毯？ネズミのエトシンですです。猫よ、まさか転生していたとはな。ニャータン、無事か？絨毯、何の真似や！ ETM-12 の最中だ。我がどのエト娘と戦おうが我の勝手。エトシンから戦いを挑むなど無意味なこと分かっておるじゃろ。そこをどけ。我は猫族の存在を許さない。我は奴を滅する。なんでそんなにニャーに敵対心バリバリニャー？なぜだと。覚えていないのか。知らんニャ。でもきっとくだらない理由じゃ。プリン食ったとかそういう。いや、間違いなくそんな理由ではないはずですです。マジか。自分、人間に危害加えたらあかん神のルール、十二神界を忘れとるわけやないやろな。殺しなどはしない。我は猫族を滅するのみ。滅する、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 滅する。空気読まぬか。今のはニャータンが悪い。ええか、絶対に絨毯と戦ったらあかんで。ニャータン、ニャ、お主は覚えておらんようじゃが、あやつは危険なエトシンじゃ。ここは一旦引くで、ワイらが絨毯を止めてる間に逃げ。引け猫。もし貴様が我を倒せばすぐに十二使にしてやろう。マジで？我と交代だ。ニャ、待て。ニャータン、絨毯、すぐニャーとバトルするニャ。十二神界第四条、エト娘はエトシンに対し挑戦権を発動し、エトシンからの提示内容に承諾した時点でソルラルシールバトルが強制執行される。しまった、バトル成立だ。エトタマソルラルチャージ。ネズミのエトシン、絨毯。危なくなったらすぐに降参するんじゃぞ。ええー、な、アホ弟子。サンキューニャ。でもニャーはいつだって全力でニャーの夢を叶えたいニャ。というわけでバトルするからタケルの極上ソルラルちょうだいニャ。ニャータン、君はしなきゃいけないことあるよね。ニャ、まだみんなに謝ってないでしょ。
ろいろわがまま言ってごめんなさいでした。それから今日は買い物楽しかったよ。ありがとう。滅するまで。なんと、命が尽きるまでってこと。またえらいルールにしよった。やった。完全に消し去ってくれる。容赦ないね。シュータンはなんであんなにニャータンを嫌ってるの。私たちにも何千年にもわたるネズミと猫の因縁ですから。因縁って、猫はネズミに騙されて神様のエトレースに参加できなかったってやつだよね。2000年前の ETM12 がかけっこバトルだったのは確かじゃ。そしてその時決まった十二支が今の十二神や。でもそれだと猫がネズミを恨むはずだよ。チュータンがニャータンを恨む理由は、そもそもどうしてネズミは猫を騙したりしたんだろう。思い出した、猫のエトムス。だから何のことにゃって言ってるじゃん。メッスル。大丈夫なんですかこれ。ニャータン。いえ、なぜ転生できた。ニャ、なぜだと聞いている。戦うソルラルも残ってはいまい。やばいです。ニャータン、ウリタン、何をする気じゃ。バトルに介入します。です介入ちゃんと。いくらエトシンでもそんな無茶したら体がイカれてまうで。それでもニャータンは友達です。このままただ見てるなんてできないです。ウリタン。エトカマソルラルチャージ。イノシシのエトシン。ウリタン。
覚悟しろ、猫のエト娘。やった貴様は未来に英語を。存在するな。どうなったの？わからん。他のエトシンがバトルに介入するんは前代未聞やし。あっ、退却だ。無理だ。起きるにゃ。これは完全にお行きになってるわね。嘘にゃ。ウリタ、ウリタ、ウリタ。これはどういうことですか。消滅じゃ。ウリタは消滅したんじゃよ。次回トモクトジ。